だんだんと涼しくなり、街全体が秋らしくなってきました。マイシティ土浦は、土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めに土ほどのコーナーです。しっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸を土浦市内はもちろん全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックに掲載したり、番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら、大輔さんからの土フォトです。今回は土浦市内で撮影したそうです。大きな顔だね。吸い込まれそうです。今年もキララ祭りは暑かった。熱中症にならないようゆっくり休憩してください。協力ありがとうございました、というコメントをいただきました。大輔さん、投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします。続いてはお知らせマイシティのコーナーです。今週は花火大会当日についてのお知らせ。第17回世界古商会議サテライト土浦メイン大会都市4日フェア、図柄入り土浦ナンバープレート10月1日交付開始、土浦マラソン開催のお知らせです。はじめは10月6日土曜日に開催予定の第87回土浦全国花火競技大会についてのお知らせです。大会当日は会場周辺で交通規制が実施されます。混雑が予想されますので、電車やバスなどの公共交通機関をご利用ください。土浦駅東口と学園大橋を結ぶ臨時バスの運行時間、運賃はそれぞれご覧の通りです。桟敷席下流は大会前日の正午に無料観覧席として開放します。それ以前の場所取りはご遠慮ください。また花火大会当日は市立図書館とプレイアトレの閉館時間を変更いたします。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。次は第17回世界古商会議サテライト土浦メイン大会のお知らせです。10月15日月曜日から筑波国際会議場で第17回世界古商会議茨城霞ヶ浦2018が開催されます。土浦市では霞ヶ浦や流域で活動してきた市民団体や事業者、国、県の活動を紹介し、霞ヶ浦をより身近に感じてもらうため、10月13日土曜日、川口運動公園周辺でサテライト土浦メイン大会を開催します。また当日はJCOMスタジアム土浦で花鉢や苗木の無料配布や寄せ植え体験など都市4日フェアも同時開催します。続いて図柄入り土浦ナンバープレート交付のお知らせです。10月1日月曜日から図柄入り土浦ナンバープレートの交付が始まりました。ナンバープレートは新車および使用中の車両に取り付けができ、使用中の車両のナンバーは現在の番号を変えずに交換可能です。また1000円以上の寄付でナンバープレートがモノトーンからフルカラーへ変更可能となります。ご自身で申し込みを行う場合はインターネットおよびナンバーセンターで、依頼する場合はお近くのディーラーや整備工場となります。詳しくは制作企画課までお問い合わせください。
最後は土浦マラソン開催のお知らせです。日時は12月2日日曜日午前9時から、場所は川口運動公園で、対象は小学校1年生以上です。申し込み方法はインターネット郵便振替臨時窓口からとなります。締め切りは10月19日金曜日です。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。毎週土丸の写真を紹介するコーナー、土フォト。今回紹介した写真はこちらの1枚。それでは応募方法をご紹介しましょう。土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってください。その際、撮影した場所、一言コメント、お名前も忘れずに記載してください。なお、お名前はイニシャルやペンネームでも OK です。ただし、内容によっては掲載及び放送できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。皆さんのご応募お待ちしています。続いては、土丸を探せです。どこにいるか分かりますか？答えはこちら。次はウォッチング土浦です。今週はバスなどの公共交通機関を気軽に利用してもらおうと、土浦市が今年4月から行っている前時刻表サービスについて佐久間さんがリポートしてくれました。ご覧ください。皆さん、前時刻表サービスをご存知でしょうか？公共バスをもっと気楽にご利用していただけるように、市民一人一人のご利用についてバス停や時間、料金などを教えてくれるというサービスなんです。ご高齢の方からも分かりやすいと評判なんだそうです。さあ、今回はその前時刻表サービスの利用方法についてご案内します。それでは、土浦市都市計画課の桜井さんに前時刻表サービスについてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では桜井さん、はい、このサービス、はい、具体的にはどのようなサービスなんでしょうか？はい、こちらなんですけれども、これからですね、運転免許証を返納されてバスの利用を希望している方や、パソコンやスマートフォンでの検索が苦手な方、またですね、乗り継ぎの場所がわからないといった方に向けて、ご自宅最寄りのバス停から目的地のバス停までの、時刻であったり、料金であったり、また乗り継ぎの方法などを私が紙1枚におまとめして、ご自宅に郵送させていただくというサービスになっております。例えば、記載例の方ですと、中並木から土浦共同病院までということになるんですけれども、こちらが最寄りのバス停が中並木、行きたい場所が土浦共同病院ということになるんですけれども、そのようにご記入いただきまして、申し込みいただきますと、中並木から土浦共同病院までの実際のルートですね、こちらを何通りか示させていただきまして、そちらを毎時刻表を私の方でご郵送させていただくということになっております。なるほど。乗車時間や乗り換え場所、そして到着時間に合わせて何通りかの時間帯を教えてくれるわけですね。それでは、毎時刻表サービスの申し込み方法について教えてください。はい、こちらが、申し込み用紙になりまして、市役所の都市計画課、高齢福祉課、各市長、出張所、また各公民館に、こちらが、ありますので、こちらを、お取りください。申し込み用紙の記入のポイントとしては、最寄りのバス停の欄にご自宅の最寄りのバス停、もしくはご希望のバス停を記入いただきます。もしご自宅の最寄りのバス停がわからない場合は、未記入でも職員が最寄りのバス停をお調べいたしますので、ご安心ください。
次に行き先をご記入いただきます。行きたい駅や病院、店舗名を記入してください。もちろんバス停名でも構いません。次は利用する曜日を記入いただきます。平日か休日をお選びください。次に行きの到着希望時間、帰りの出発希望時間を記入いただきます。目的地に何時に着きたいか、また目的地を何時に出発したいかをご記入ください。最後に希望レイアウトです。毎時刻表は縦書き、横書きを用意してありますので、お好きな方をお選びください。では、すべて記入を終えた申し込み用紙はどちらでお申し込みをすればよろしいですか？はい、申し込み用紙を配布している、都市計画課、高齢福祉課、また各市町出張所に、直接お持ち込みいただきますか、それか市の都市計画課にですね、郵送か、ファックスでも、申し込みを受け付けております。申し込みから2週間程度で毎時刻表をご自宅に郵送させていただきます。はい、こちらが私の毎時刻表です。このように A4 サイズの用紙にまとめられていて、とても見やすくなっています。利用されている方からもとても評判です。私は細かい数字が並んだ時刻表を調べるのが苦手なので大助かりです。毎時刻表を頼りに出かけてみようという気分になりました。お忙しいより毎時刻表を早速調査作成していただき、本当にありがとうございました。乗り継ぎの時間の余裕まで記入していただき大助かりです。いかがでしたか？土浦市の毎時刻表サービス、パソコンやスマホでバスの時間を調べるのはちょっと苦手だという方にはとてもありがたいサービスですよね。これなら時間も有効に使えて、バスを利用するのも楽しくなりますね。皆さんぜひこの毎時刻表サービスを活用してみてください。10月はご覧の会場で献血が実施されます。献血は愛のアクション、わずか40分の献血で救われる命があります。皆さんぜひご協力ください。マイシティ土浦では暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますので、これからもぜひご覧ください。今週は学生アナウンサー江端がお送りしました。